福岡県内ではきのう新型コロナウイルスの感染者が新たに19人確認されました福岡県によりますと新たな感染者19人の内訳は福岡市1人北九州市14人県が管轄する地域で4人となっていますまた入院していた60代の女性1人が亡くなっています国内でも徐々に感染が広がっているオミクロン株について福岡県内ではきのう 濃厚接触者が新たに20人確認され合わせて47人となりました北九州市では戸畑区内のクリニックで患者7人の感染が昨日までに確認され市はクラスター疑いが発生したと発表しましたスタッフのマスク着用など感染対策をしていましたが患者同士で食事中に会話をしたことなどで感染が広がったと見られています 佐賀県で昨日、新たな感染者は確認されませんでした。